ギョ鉄のギョ鉄ギョ鉄バーバーイエーイ。なんか声が伸びた。ね、実は多分ラジオで聞いてる人、これを機械でやってると思ったかもしれないけど、いや俺の声ですこれ。すごいですね、上手いです。すごいでしょ。おもうそういうなんだよ、こうエコー聞かせられるんだよね。すごいカラオケとか行くとエコーもう100点満点チェック入っちゃうからいつも。すごいすごいでしょ。まあ何の話だって話ですけども、はい、まあじゃあ自己紹介で君の。そうですね、はい、川越でイタリアンカフェブライトンカフェやってるエビテツです。ポン笑ってますね。自分で笑ってますよ。サッカー好き女子リオです、お願いします。イエーイ。まあ、はい、ね、はい、今日は素晴らしいゲストが来てるんですけども、はい、ね、まだ紹介ちょっと止めといて、あ、大丈夫、止めときましょうよ。なぜならまあ、はい、あの浦和レッズと大宮アルティージャ、はい、監督が決まりました。決まりました、はい、はい、まあちょっと誰になるんだろうと。そうですね、アルディジャの場合は J3 という場所から、そうですね、まあ、本当の立て直しを求められている中、誰なんだろうと思ったんですけども、はい、先にじゃあアルディジャから紹介していいですか。はい、あの長澤哲さんっていう、ね、俺と同じ哲っていう名前ですけども、はい、先週歴は、まあ、昔のヤマハ、ジュビロの前身のヤマハ発動機、はいはい、でジュビロ岩田、はい、でホンダ技研っていう、まあ、JFL かな、でプレーはして、もう指導歴はね長いです。もう55歳なんで、もう FC 東京のコーチだったり、はい、まあ U15 やったりジュビロのヘッドコーチやって監督やって、はいはい、あとファジアーノもコーチ監督、うーん、で、まあ、最後の方は京都サンガのヘッドコーチをやってて、はいはいはい、だから張さんの下でやってたんでしょうね、はいはい、でその後来シーズンから監督になるという形ですね、はい、アルディージャーのどこもプレーもコーチ歴もない方がなってますね。はあ、まあ長澤さんのコメントにもあるんですけども、クラブが一体となってアルディージャーを前進させるプロジェクトに携わることができて光栄ですと。アルディージャーに関わる全ての方々を感動を分かち合えるよう日々やっていきたいっていうコメントですね。なるほど、まあ、ちょっとわからないところあるんですけども、はい、まあ、ぜひあの頑張ってもらって1年で J2 に戻ってもらいたいと思います。はい、またレッツも決まったんですよね。そうですね、ですね、じゃあリオちゃんちょっと紹介してもらっていいですか。はい、新監督がペア・マティアス・ヘグモ監督。ヘグモ、カタカナです。長いなヘグモが、ヘグモ監督ですね。ヘグモ監督、はい、なんかヘグモンってもう運つけた方が言いやすいじゃんね。もう確かに、もうなんかヘグモンキャラクターみたいでさ、ね、ヘグモ監督です。どこの監督ですか。ノルウェー出身が、ノルウェーで、はい、スウェーデン一部とかで監督やってらっしゃった方みたいですね。なるほど、また北欧系ですね。そうですね、はい、でなんか噂によると、うん、もう夏頃から声をかけてたみたいな、うん、おいおいおい、裏レッズ噂もスコルジャー信じてなかったのかどうですかね、もう前からそういう話が出てたのか。スコルジャー監督一回帰ってるんですよね、シーズン中に。あ、そうなんだ。だからもうその時からもしかしたら、まあ、家庭の事情とか、あ、なるほどね、あったのかなという感じなんですけど、ね、なるほど、はい、だって結構すんなり監督決まりましたもんね。そうですね、ね、スラスラっと結構期待大みたいなので。本当ですか。毎回そうやって期待大期待大と言って1年で変わってますよ、浦和レッズさん。本当に早いですね。ね監督変わるの早すぎるっていうところはすごく思うんですけど、ね、まあ選手も入れ替わりが激しそうなんだ。そうですね、予感はしますね、はい、まあね、今度はレッズの方は優勝してもらえるよう。いや本当です、ね、期待していきましょう。はい、はい、でここで本日ゲストが来てるんですよ。はい、見るからに若いね。若いですね。若いね。じゃあ紹介していきたいと思います。はい、現在川越フューチャージュニアユース、ジュニアユースでコーチを、キーパーコーチをしている佐藤敦樹くんです。どうも、よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。初めましてなんだよね。初めましてです。もうこのスタジオが初めましてだから、もうラジオ収録が初めましてです。でしょ。はい、ね、
ちょっと自分緊張してるって言ってたけど、でも本番始まっちゃうとね、サッカーの試合と一緒で、はい、でもそのまま時間が流れてきて、あっという間にハーフタイム、試合終了ってなるんで、本当ですか、ぜひ、まあ、任せてください、もう僕たち、こう見えても、ベテランだからね。でももうベテランですよ。そうですよ。ベテランですよ。さあ、じゃあ、佐藤敦久の経歴をちょっと、はい、ね、紹介させていただきたいと思います。お願いします。今現在、年齢が22歳。22歳。若いよね。で、日高出身。日高出身です。ね、そこからジュニア時代は名門、ジャクパ東京。野口さんのところ野口さんでね培われましたねえ、はい、まあもうここにもね五島にもジャクパの東京の紅茶茶来てくれてるっていう、はい、まあありがたい限りですけども、その後卒業して東京ヴェルディジュニアユース、これ推薦、推薦っていうか、まあ全日本少年サッカー大会が小学校のことあって、うん、それで活躍して、そのなんていうんですかね、なんかセレクションみたいに呼んでいただいて、でそこでセレクションで受かったみたいな感じです、ね、なるほど、今旬の東京ヴェルディじゃないですか。そうですね。まあ昇格おめでとうございます。ありがとうございます、ね、すごい。でその後あユースに上がった。上がりました。すごいんじゃないの、ジュニアユースからユース上がれるっていうのは。まあそうですね、全員が全員上がれるわけではないです、ね、でしょ、はい、まあゴールキーパーとしてそのまま上がれて、はい、でどうだったの、東京ヴェルディユースとかではこう成績とかは。成績、クラブユース、クラブユースで、どこに制してんだっけ今。プリンスで。今プリンスか、はい、おでプリンスではまあ全然ね5位ぐらいだったんですけど、うん、クラブユースで全国8位、ベスト8、ベスト8まで行って、でそのくらいですかね。自分個人としては1回高校1年生の時から出て、2年3年と試合出させてもらってて。マジで1年生が出てんの。そうですね、超優秀。最終節と最終節から2番目だけちょっと怪我と PK でレッドカードをもらっちゃって、正ゴールキーパーが、うん、でその時で代わりで出させていただきました。マジか、はい、身長何センチあんの。83あります。あー、俺もそれぐらい欲しかったな。83あったら多分狭山の大砲と言われてた。そうなんですか、うん、ちっさ狭そうなんだ。じゃあまあそういう形で、はい、ね、ちょっと遡っちゃうんだけど、ジャックパンの時はどうだったの。ジャックパンの時は全日賞で、うん、全日本少年サッカー大会で東京との大会で4位、4位、はい、まで行って。どこに負けたの。弱に。弱か。準決勝で負けて。あ、それジュニアユースの時。あ、ユースの時。ユース。あ、じゃジュニアの時です、ね。ジュニアの時。はい。弱あるんだ、ユース。ジュニアに。ジュニアにあります。負けた。負けました。まあね、白と紺と赤のね、そうです、あのユニフォーム着てね。三決でヴェルディに負けました。なんだよ。ヴェルディに負けてヴェルディ行っちゃった。行きました。なるほどね。じゃあもうすごいね。まあ東京、まあ、ずっとあれだ、日高から通ってたんだ。ずっと日高から読売ランドまで。読売ランドまで半端ね。それぐらい時間、トータル2時間ちょいぐらいですね。行き帰り、行き帰り、いや片道で。片道2時間だよね。片道2時間、2時間で2時間2時間、サッカーの練習終わってからまた2時間かけて。そうです。高校そうするとどこにいたの。高校は寮に入ってまして、ヴェルディの、ヴェルディの寮から近くの高校行って練習行って、はい、素晴らしいね。すごいですね。まあ日高から通えねえや。そうですね。いや別になんか日高とか狭山とかそういうのなんか別になんかあれじゃないでしょ。はい、はい、遠いですよね。でただちょっと遠いだろうなって話をしただけでね。はい、なるほど。でなんとヴェルディユース、ヴェルディヴェルディユース終わった後、まあもちろんトップチーム狙ったんだよね。そうですね。まあすごい残念ながらトップチームの夢は叶わず。叶わず、はい、その後いろんな選択肢のある中選んだところがアメリカの大学に進学しました。
すごいじゃん、アメリカの大学、はい、これはアメリカの大学からオファーあったの？そうですね、それでオファーがあって、うん、アメリカの大学からオファーがあったということで、まあ、面白そうなんで行ってみました。なるほど、はい、他に選択肢いくつかあったの？日本大学とかだとか。そう、ありましたね、一応、慶応も一応声をかけていただいて。慶応？あと東横浜。東横浜、はい、おお。とかですね。ちょっと待って、やべえ、慶応蹴るやつがいた確かに。慶応はスポーツ推薦がないんですよ、うん、で裏が一応あって、うん、裏でなんかコソコソっと。それ大丈夫かな大丈夫かな。でもちょっとまあサッカーだったりそういう推薦でいくっていう。そうですね。へえ。うわ、でも難しいね。どっちがいい？慶応大学行ったらまあ一応自分の履歴書には、ね、慶応大学なんとか学部っていう慶応卒ってなるんだけども、はいはい、一方ね、アスキーが選んだアメリカのね大学。そうですね、大学。なんていう大学？アリゾナウェスタンカレッジっていう。アリゾナウェスタンカレッジ、かっこいい名前。かっこいいよねでも難しいね、選択肢難しいな、ね、俺どっち選ぶかな。難しかったです。難しかったね。そうですね。まあでもアメリカの方に行ったわけだ。行きました。え、まあほんとくだらない質問していい？はい。もう英語はやっぱりまあペラペラですね。ではねえ、まあ実は最初ね、この収録前、はい、まあ私も英語を少しかじった身として英語で会話させてもらったんですけども、はい、まあペラペラだもん。すごいですね。同じに質問をしたんですけども、その時はちょびっとだけ英語できるから嘘つきました3年もアメリカの大学行ってて、で今日本語で聞いてみたらペラペラです。ペラペラです。修正力あるね。ありがとうございます。で修正力あるね。キーパーなんで修正力が大事かなと。そうだよね、一個一個修正していかないと。そうですね。そうですよ。りょうちゃんどうですか、どっち選びます？え、どうやって自身だったらどうやってアメリカから声かかるんですか？まあ、一応エージェントを通してなんですけど、あ、そこで、まあ、声をかけてもらったって感じです。すごいよね。いやでも夢ありますね。夢あるよね、はい、夢あると思いますね、はい、すごい。あ、だってアメリカだってさ、だって今だと多分 FIFA のランキングぐらいだと、まあ、どっこいかそこだと思うんだけど、当時はだってアメリカの全然上だったからね。うん、サッカーだよね。サッカー、サッカー。僕はイギリスだったんでフットボール間違いね。これを言うと、もうアメリカフットボールになっちゃうもんね、向こうで。そうです。言いますよね。そうそうそう。いいですね、アリゾナウェスタンカレッジ。これはもう推薦だから、はい、学費とかは？学費は全部学校が免除してくれて。わーおもうご両親助かるぜ。いや本当ですね、助かるぜ。そうですかね。ね、はい、で英語覚えて何年行ってたの大学？アメリカに3年行ってました。でしょ、はい。これは3年の大学なの？いや2年の大学で。2年大学、はい、うーんなんですけど。でも3年いたの？そうです。でアメリカは日本とちょっと違って、うん、なんかいろいろ融通が利くというか、うん、でそこでサッカーの部分で監督がもう少しいてくれということでもう1年延長して。あ、本当は2年だけども監督がもう1年いてくれと言って3年になったと。そうです。本当本当です。ちょっとりょうちゃんもしかして、もしかして留年留年ではないです。ではない。全然単位はここは声を大にして留年ではないです。じゃないって言ってきたよね、はい、じゃないです。じゃないあくまでもやっぱアメリカは特殊なんだろうね、大学でもね、はい、1年残ってくれって言ったら残ってくれで、もちろん学費も出してくれるし。アメリカのその大学サッカーってちょっと興味あるんだけど、どんな感じだったの？リーグあるよね。リーグありますね。日本と同じような感じ？そうですね。トップリーグみたいな、でセカンドリーグみたいな。そうですね。アメリカは大学が持ってるお金によってリーグが違うんですけど。ちょっと待って、すげえもうすぐ食いついた俺そうなんだ。そうなんです。 NJCAA っていうアメリカサッカーカレッジのリーグがあって、でディビジョン1、ディビジョン2、ディビジョン3、うん、その下に
あのなんていうんですか、もう2個あるんですよ、うん、でトータル5つあって、うん、で自分はそのディビジョン1だったんですけど、うん、その大学がどれだけサッカー部にお金を出せるかによってそのディビジョンが決まってくるみたいな感じで。ほんと？そうなんですよ。すげえ。面白い。すごいっすね。じゃあディビジョン1は、まあ、ある意味お金がある、そうですね、大学で、大学でサッカーにじゃあいわゆる力を入れてるってことだよね。そうですね、ね、はい、でまあ多分ね、グラウンドに移動とかもリムジンでね、リムジンまではいかないですリムジンで移動して、でもうドアを着いたらドア開けるって言ってで花びらパーってやりながら、そんないいもんではないです、そんないいもんじゃないそんないいもんではないです。まあでも上流階級のサッカーが集まって、多分あれだよね、みんなやっぱりこう試合ももう清掃して、いや全然全然ユニフォームスーツとか、ユニフォームスーツ大変ですそれじゃない、4年生大学になるとそんぐらいになってきますけど、なってくるけど2年生大学だとまだそこまではいかないです。あ、本当、はい、2年生大学1回分があったのがバス移動なんですけど、アリゾナってすごいでかいんですよ。あ、ちょっと待ってごめんね、アリゾナってどこにあるの？アリゾナはカリフォルニアが西海岸で一番左の方にあるんですけど、うん、それの真隣ですね。真隣、アリゾナとメキシコがアメリカの下にくっついてるんですけど、うん、それの真上です。あ、じゃあメキシコに近いんだ。メキシコに近いです。だから友達もメキシカン系が多いですね。あ、なるほどね、はい、メキシコからの移民っていうんですか、移民か、はい、が結構いる、多いんだ、多いです。あ、じゃあ個人技とかもこう結構こだわってくるんじゃないの？そうですね、メキシカン個人技が多いですね、メキシカンはなるほど、はい、でアリゾナの移動の時、移動の時に結構時間があるんですよ。一個一個大学が離れてるので、バス移動の時に平気で 4,5 時間かかるんですよ。あ、アリゾナ州の中でのディビジョン1、ディビジョン2？ あ、違う、全部のアメリカの中の、アメリカ全土？あ、全土なんですけど、そのリーグ自体はなんて言うんですかね、何百近い、そうですね、近いところで、うん、アリゾナ州リーグみたいのがあって、うん、そこでリーグ戦やってるんですけど、うん、でそのバス移動で 4,5 時間かかるんですけど、もうアリゾナめっちゃ暑いんですよ、平均で47度とか、すごい、行く中で、うん、バス移動の時にエアコンが壊れたと言われて、ちょっと待ってくれよディビジョン1だろ確かにもっと金あんだろエアコンが壊れてる車とかダメだよ。で途中で壊れて、うん、出発して5分ぐらいで壊れたって言われて、うん、で行ってもみんなジョーラみたいな感じで、うん、で着いてみんな疲れて、で帰りもまた暑い中バスで帰ったってことはありましたね。うわー、それはいい思いだね。いい思いですねもう窓ガンガンに開けて、窓ガンガン開けて、もう上のなんか脱出口みたいなところも開けてました。全部開けて、全部開けてみんなパン1で、パン1で、いや、いい経験だね。そうですね、すごいね、アリゾナ。すごいですね。じゃあもう砂漠？砂漠ですね。砂漠、はい。一応競技場は人工芝、天然芝が多かったです。天然芝、はい、結構施設っていうか環境は良かったですね。じゃあその、アリゾナウェスタンカレッジ、わかる？ちょっと英語っぽかった喋、ね、はい、れますもんね。ですはどういう施設的には、施設的にはもうグランド何面とかさ、グランドは自分たち2面ありました。天然芝のグランドが2面あって、で天然芝の質も結構良くて、うん、多分どっかのスタジアムよりかは全然いいと、いい環境でやってて、で他にもベースボールのグランドだったり、ソフトボールのグランドだったり、あとバスケとかいろいろな、まあ、大学ですので。じゃあ体育っていうかそのスポーツに、はい、そのやっぱりこう力入れてる大学だったのかな、全体的に。そう、サッカーだけ？いや、結構力スポーツ全般、はい、入れてると思います。じゃあバスぐらいさ、すごいね、ねえ、そんな、ね、グラウンドいっぱいいいのがあるんだったらちょっともう学長に行って、ね、そうですね、ねえ、はい、いや、どう
りょうちゃん、なんか面白そうだね、アメリカの大学。いや面白そうですね。いいな、とても面白かったです。え、例えば日本人は何人いたのそこに。結構いました。結構いる。はい、自分が入った時でとりあえず3人いて。ああ、まあ3人か。で自分が出る時になったら5、6人あ増えたんだ。増えて。それは下級生ってこと。下級生。あ、増えたんだ。増えて。他には何人が。もちろんアメリカ人がメインだと思うけど。いや、もうそんなことないです。そんなことない。いろんなところ、いろんな国から集めてくるので。面白い。ちょっと変わった場所から来てる子いた。うん、ガーナとか。あ、ガーナ、アフリカからも来てるんだ。そう、名前忘れちゃったんですけど、どっかの小さな島。島。人口が2000人ぐらいしかいない。小さ。そうですよ。からも来てた。からも来てて。すごい。で、イギリス、ドイツ、スペイン、フランス、あとメキシコ、オーストラリアとか、もう、いろんなとこから来てましたね。やべえじゃん。じゃあ SNS の友達外人多いでしょ。あ、そうですね。これかっこいいね。これかっこいいよね。やりたいですねこれ。うん。俺もそういうの、あの、分かる分かる。ちょっと人が多いと、なんだこいつは。なんだ積み合ってか。じゃあ面白かっただろうね。そうですね。でもみんな英語。みんな英語ですね。アメリカなので一応。じゃあ、英語以外にも勉強したりしたの？スペイン語を勉強しました。スペイン語。はい。スペイン語はどれぐらい、どれぐらい勉強したの？どれぐらい。喋れる？喋れはしないんですけど、若干聞き取れるかな。ああ、よくチームメイトが喋ったりして。ああそうです。なんとなくあって、そういう感じです。やべえ、俺は慶応じゃなくて、うん、アリゾナウェスタンカレッジを選びます。そうですね。これ聞いちゃうと、これ聞いちゃうと海外の人友達いっぱいできるし。そうですね。ねえ、はい、慶応って言ったってね、日本では通じるかもしんないけど。そうですね。世界じゃどうかなと思ったら。じゃあすごい熱い3年間送ったね。熱かったですね。大会でも全米大会がありまして。全米の。そうです。どういう大会？まず州のリーグがありまして、州のリーグで年間っていうか、そのシーズン通して1位になると、その隣接した州でディストリクションって言って、準決勝決勝があって、うん、そこで勝ち上がると全米大会に出れるんですけど。おーい。でそこで全部倒して全米大会出たんですけど。出たん全米。で全米大会2位になりました。おい、超強いじゃん。全米ってあれだよ、よく映画とか全米音楽とか、あの例えられる全米だよ。そうですね。全米。全米行きました。で2年連続行ったんですけど、2年目と3年目で行ったんですけど、そこで2位、どっちとも2位になって。あー惜しいね。いや全米ね、第1位になったとかなったら、これ相当ずっと話の狙いでいけるよね。そうですね。惜しくも2位だったんですけど、ね、どっちもね、全米第1位。ねこれね、ドデンと上がってきたよ、全米第1位って。すごい。あ、そう、はい、で個人的にはその全米のトーナメントベストイレブンみたいなで、自分がベストゴールキーパー賞を選んでもらって。いつ？そのトーナメント、その全米大会で。全米大会で。全米大会のその大会優秀選手みたいな感じで。すごい。じゃあアメリカを制したってこと？一応そうですね。ね、キーパーのこの年代ではアメリカを制したってことよね。そうですね。すごいですね。面白いな。あとはそのそれはトーナメントのベスト11だったんですけど、今度は年間を通して あのファーストチームってやつがあって、ファースト、セカンド、サードチームってやって、それのファーストチームのベストゴールキーパー賞に選んでもらって。おい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 、すげえすげえやつ来たな。いや本当ですね、本当ですね。全米取った。全米取りました。もうゴルフで言ったら全米取ったっつったら、もうこれはすごいですよ。もう全米選手権を取るってことは、もういろんな選手がゴルフで戦う中、全米取るっていうのは本当に。え、これ何の番組？始まりますよ。
エビテスのゴーゴーゴルフ。危ない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 。全米で聞くと僕はもうねゴルフしか出てこないですよ。なるほど。そうプロはまあ一緒に勝負するんですから。へえ。ゴルフは。そうなんですね。まあ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 。まあちょっとね今あの危なく脱線するとこだったんで、はい、ちょっと一回僕が落ち着くためにも、はい、皆さんじゃないお二人じゃないです僕が落ち着くためにも一回ハーフタイムとして曲そうですね行きたいと思うんではい落ち着きましょうはいじゃああつくん、はい、じゃあ曲紹介してもらっていいですかあわかりました、今回の曲は自分のお気に入りの曲で With Khalifa で See You Again ですどうぞエビテツのゴーゴーフットボール聞いていただいたのはウィズカリファーで See You Again でしたあー今回あれだねいい曲っていうかやっぱこう和やかなこのゆっくりなメロな曲だ、ね、そうですね、はい、これどういう時聞いてたの試合前とかによく聞いてますあそう、はい、ガンガン系じゃないんだガンガン系じゃないです、ね、エアロスミスとかのガンガン系じゃないんだじゃないですねここにちょっと落ち着くようなちょっと落ち着かせそうですねまあキーパーだしねそうですねちょっと心を整えて、はい、ねあまりこうどんな時でも冷静に対応できるようにねはい、まあ、キーパーですからーキーパーですもんね ねまあ先ほどからアメリカのねアスキ君が通ってたアリゾナウェスタンカレッジのまさかの大会とかで全米にだよねです出すです出すどっちですですです、ね、ですびっくりしたまあちょっと緊張してんじゃないのちょっとしてますはい今そうだよ出すって言われたらなかなかいいよ今のはいい天然だからいい俺が狙ってやっても受けないんだけどそうですねそうだねまあでもね今アメリカといえばなんと言っても世界のリオネル・メッシが言ってるし言ってますねあと、うん、吉田麻也吉田麻也、はい、大キャプテンが大キャプテンが言ってるね言ってますねであれだもんねデビッド・ベッカムそうですねオーナーだもんねオーナーですLA ギャラクシーのねはいすごいねちょっとねこの曲聴いてる間に、はい、あの LA よく LA まあ、ロサンゼルスの役なんだけど、はいはい、それがなんとカリフォルニアの中にあるんだよねそうです知らなかったよあ古昭和の人今わかんないわかんないでしょこういう歌があったら CM がじゃあねまあ盛り上がってるさ、まあ、常にどんな感じだったのアメリカにおいてのまあサッカーだよねはいフットボールじゃないからアメリカはサッカーはどれぐらいの人気とかを博してんの人気で言ったらベースボールバスケに劣るんですけどだんだんと今勢力というか勢いを増してきてて増してきてるはいと思いますアメリカの大学もそのサッカーに力を入れてこういうなんかプログラム自分海外からアメリカに呼ぶっていうプログラムがなんかだんだんとなんか広まってきたみたいでで今サッカーを盛り上げようとアメリカ全土が頑張ってるらしいですいやいやいやだってさアメリカの人気出てるスポーツって、はい、もう、まあ、アメリカが中心なのよ、うん、例えばベースボールって世界にあんまりこう実はないのねうんでバスケットボールも世界で見たらそんなやってないのよ確かにでアメリカンフットボールももっとやってないのよアメリカしかもうアメリカはアメリカでこう盛り上がるのようんでその盛り上がり方半端ないじゃんそうですねね大谷翔平見てもわかるじゃん、はい、もうアメリね世界でそんなベースボールやってないのにもう世界中が知ってるような選手になってるし、うんはいはい、でやっぱベースボールがあってバスケがあってまあアメフトとかもあってサッカーも徐々に来てる来てますねだからアメリカがもしサッカーを本気になることあんのかなだってベースボールとかやるんだぜもう確かにねだけどこれは本気になってこういう風に世界の選手を集めたりどんどんやったらとてつもないこと起きんじゃないのすごいことになると思いますよ ね、はい、確かに特に多分 J リーグとかもアメリカのエンターテインメント性、うんうん、あの例えばアメフトだったりしたらさまあ有名な歌詞読んでもうドッカンドッカン楽しんで、うんそうですね、でみんなそれを行くために会社を休んだりとかあースーパーボールね、うん、とかそういうのもあるから、うん、でいろんなスタジアムの
そのエンターテインメント性は日本もなんかあのやっていこうみたいな話には昔なってたの。あ、そうなんですか。だからアメリカが本気出してサッカーを取り組んだらちょっとやばいよ確かにそうですね。世界中でサッカーが盛り上がると思いますね。はい、だって日本の大学にそんなさ各国から選手いる大学なんてないでしょ。いや、ないですね。本当ですね。世界中から集まってるわけでしょ。そうですね。すごい。これが違うじゃん、まず。確かに。いろんな要素がもう入ってくるからさ。そうですね。ね、例えば アフリカ人とか、もうやっぱガタイすごいの。ガタイすごいか、すごいやつもいれば、ちっちゃいんですけど、めっちゃ足速いやつがいたり。速そう。ちょこまかちょこまか。筋肉とかすごそう。もうすごい、なんていうんですか、遺伝っていうんですかね。まあ、DNA、ね、DNA がもうすごくて、ちょっと筋トレするだけでムキムキになったり。ムキムキになるよね。もうアジア人皮肉っていうか、なんか、まあ細いし ね、 そうですね、筋肉も超頑張んないと。そうですね。でもアスキ君はどういう自分のプレースタイルでこのアメリカまでね、たどり着いたの。自分のプレースタイル、いっぱいキーパーもほらあるじゃん。そうですね。ちょっと紹介してもらっていい？自分は足元を使ったプレーが結構得意で、今でいうエデルソン・モライス、うん、誰、うん、っていうマンチェスターシティの誰あ、エデルソンね。あ、そうです、うん、マンチェスターシティの選手なんですけど、うん、その選手を自分は結構好きで、最近足元の技術がなければキーパーって成り立たないと思うんですよ。下から回してって、うん、で後ろで気づいていくみたいな。自分はそのサッカーが好きで、結構足元の技術が自分のストロングポイント。ストロングポイント、はい、でもあると。でキーパーのさ、よく昔で言うとさ、攻撃結構前に出て、飛び出してパンチングしたり、それともドンとキーパーのゴールラインに立って打ったシュート反応するとかだったら、どっちの方が得意？いや、もう守備範囲広く。あ、広く行く。広く行きますね、自分は。結構ダダダコーナーとかもダダダッと。そうですね。あとスルーパスとかだったりしても、自分が前に出て、うん、結構守備範囲広く守るみたいな感じですね。あのディフェンスラインとゴールキーパーの間にボール来たやつもキーパーがガッていって。そうですね。あ、前で言うノイヤーみたいな。ノイヤーね。ノイヤーとかもだってキックフェイントしちゃうし。エデルソンも一個あったよね。ありましたね。危ないの、危ないやつ。ゴールラインギリギリのやつ。ゴールラインギリギリのやつ。まあ、よくあるよね。ありましたね。まあでもやっぱりプレミアとかだったら、ブライトンとかもそうだけど、みんなギリギリでもうそこにボランチ当てるみたいなキーパーから一気にドンとやられたら1対1食らうけど、まあ回すよね。そうですね。下から下からね。回しますね。しつこいぐらい回しますね。はい。まあリオちゃんも好きな浦和レッズも西川周作選手は、はい、まあ回すけども、はい、一発の裏のキックがあるから、うんうん、まあ相手のディフェンスラインも若干警戒するし、そうですね、相手ディフェンダーも抜け出してくるような選手もこう行かなきゃいけないから、うんうん、逆にこうね、こうスペースを作ったりね。そうですね。で自分も西川選手っぽいスタイルなのかなと思います。うん、身長もそんな高くないですし、西川選手と同じくらいで、武器が、まあ、パンツキックも好きなんですけど、足元の技術で結構似てんのかなって思いますね。まあ、今回川越フューチャーの、はい、まあ、ブライトンファミリーの千島徹くん、元浦和レッズの選手からご紹介を受けて、はいはい、まあ、さっきフューチャーのゴールキーパーコーチもやられてる話なんですけども、はい、まあ、そのあつきくんの紹介 PV ビデオを送ってくれたのね。はいはい。まあ多分こういうのいろんなチームに送ったりするんだろうね。そうです、そういうやつだよね。そうですね。えげつなくキック上手だよね。ありがとうございます。それもさっき言った西川周作選手のロングキック、うん、以上飛ぶようなキックしてるからね。まあ自分のストロングポイントなんで、もう本当にもうそっからディフェンスの裏まで行っちゃうんだみたいな。ですね。はい。それはストロングポイントだよね。ですね。だから海外なんかは止めるが主流で、止めてなんぼみたいなキーパーが多いんで、自分みたいな足元があるキーパーはそんないないんで、結構目立ってたと思います。あ、そう。はい。あのジャポネーゼあの佐藤キックグッなんだこれ中一の英語みたいなね。そうですね。ね、はい。いや、すごい。すごいですね。ああいう映像見られると
面白いね。そうですね、ね、結構いい動画ができたと思います。そうだよね、はい、やっぱそういうのはやっぱり大事にしてて。そうですね。まあでも自身もまだ22歳ですよ。はい、りょうちゃんより年下。はい、弟と同い年です。あらららららら。でやっぱり今も、まあ、現役のサッカー選手を目指してる。はい、Jリーガーになるべく日々努力を進んでます。じゃあ例えばじゃあ自分からこうああいうのを送ったりとか、こうエージェントだったりいろんな人を介してなんとか J のところに行けるように今頑張ってるんだ。頑張ってます。はい、いいね。いいですね。いいね。でもあれですね、西川選手の次にぜひレッツにね。千代氏、レッツだって。もうこのねリオちゃんの大素人的な提案ね。これがいいよね。来てほしいです。ね、来てほしいよね、はい。言ってくれるだけで嬉しいです。言って嬉しいよね。嬉しいですね。まあでも本当そうだよ。あのキックだし、あとはね、プレーも攻撃的だって範囲広いって言ってるんで、うん、まあじゃあいろんなこれからじゃあなんとかしてね。とりあえず J のチームに入って、ゆくゆくは自分の育ってきた埼玉で活躍できればなと思います。素晴らしい。もうこれはね。佐藤敦樹くんをずっと追ってくよ。そうですね、ずっと。ありがとうございますね。応援してくよ。ありがとうございます。まあでも締めみたいな会話になってるんですけども。そうじゃない、そうじゃない。はい、でもやっぱそういうチャンスってさ、やっぱそんな多くないじゃん。そうですね。でキーパーたちだってね、そうですね、そう練習自分でできないでしょ。そうなんですよ。そこが一番のキーパーのウィークポイントというか。だよね。はい、誰か打ってボール誰かシュート。そうですね、うん、かも古典的に昭和の昔みたいにコンクリートに蹴って自分で蹴って自分で飛ぶみたいな。ね、確かにそういう場所も少ないですよね。そうだよね、はい、どっかのもうなんだろうな、このトンネルみたいなところで蹴って飛ぶみたいな。コンクリートなんで多分怪我しちゃいます。怪我しちゃうよね。もうアメリカだから、アメリカ育ちだから。そうですね。もうあれだよ、アツキ君はこれから日本生まれアメリカ育ちって言っていいよ。言って言っていい。いいんですか。うん、いや本当に日本で生まれたんだけどアメリカで育ってきたんだよね。いいよ。いいんですか。いい、かっこいいじゃん。かっこいいです ね。アメリカ育ち。アメリカ育ち。だってもう以上英語もう分かりましたもん。ちょっと喋っただけで英語はもう喋れます。うじゃあまあそういう感じで、まあ自身としては勝負しに行くと。行きますね。まああとはフューチャーでもゴールキーパーコーチ。え、そもそも論千島徹君とは何つながり。そのジャクパのあの斉藤健太さん。はいはいはい。が自分がアメリカ行く前にコロナでちょっと大学が行けなかった時期があったんですよ。うん、その渡航とかがダメで、うん、その時になんか体動かしたいんだけど、どっかなんか社会人チーム紹介してくれませんかっていうことで、その千島さんが代表するフューチャーをその選んでいただいて、うん、でそこでちょっとお世話になって。なるほど。そうですね。じゃあそこでフューチャーのあの社会人サッカーに入って少し練習してもらったり。そうです。そういうことか。はい、でたまにジュニアユースのキーパーとか選手たちを見て、うん、で今ちょっとオフシーズンっていうことで今ジュニアユースのキーパーとかを見てるって感じですね。あ、そう。はい、まあじゃあそういうやっぱつながりでジャクパからフューチャーにつながって。あ、そういうつながりなんだね。そうです。まさに今日まだ出会って40分ぐらいだね。確かに。でももうだってもうファミリーですから。そうですね、もうファミリーですから。ホントファミリーね。いやなんかね、どっかね声かけてもらったいなって。なんかね、でもキーパーってさ3枠でしょ。そうですね、3枠。どんなチームでも多くて4枠ぐらいだよね。でも4は珍しいよね。珍しいですね。3人だよ、3人。だからそういうところはやっぱ難しいところあるかもしれないけど。そうです、じゃあ今はそういうふうに教えてるんだ。教えてます。どうなのこの今ゴールキーパー的な日本のこの
まあ、海外に行く選手も増えてきてるじゃん。そうですね。どう見てる日本のこのゴールキーパーの、まあ、価値っていうか実力っていうのは上がってきてると思う？上がってきてると思います。年々と。そのゴールキーパー、昔は多分誰かやりたくない、余った人がゴールキーパーをやるみたいな人が多かったんですけど、今は自分から率先してキーパーをやる人も増えてってると思いますし、だからこそレベルでもどんどん上がってってると思いますし、だけどまだサッカーの環境が良くないと思いますね。土で練習でゴールキーパー倒れたら痛いとか、それは選手面もありますし、親御さんもその怪我したら嫌だから、ちょっと土のところではやらせたくないみたいなのがまだ日本の課題って言いますか、まだあると思います。そうだよね、はい、まあそれはある。だって飛んだら擦り切れるぜ。擦り切れます、ね、で例えばアメリカのジュニアとかはちょっと見たりしたことない？そんなないですけど、たまにカレッジで教えることがあって、うん、やっぱ天然芝が多いですね。アメリカはジュニアの世代の試合でもまあ芝でやると。芝でやりますね。日本のようなザ・土のグラウンドっていうのは、うわ、見たことないかもしれない。見たことない。見たことないかもしれない。近くに砂漠あるのに。近くに砂漠ある、ね、砂漠あるのにちゃんとグラウンドは芝。芝ですね。暑いんだよ。45度もあるんだよ。47度は行くとき50度あります。50度だよ。それなのに芝なの？芝です。ほらここだよ、リオちゃん。これはね、はい、サッカー文化のやっぱ根付き方と、ね、あとやっぱアメリカってこうよくわからない部分があると思うんだよね、日本人からしたら、うん、だってテレビ放映とかしない限りはわからないんだから、うん、けどもうジュニアでも全部芝だぜ。イギリスと一緒だし、うん、だったらキーパーやね、怖くないし。そうですね。じゃあ今世界のゴールキーパーのトレンドって 何かな？トレンドですか？うん、やっぱ敦貴くんが考える、まあ年々上がってきてると思うんだけど、はい、やっぱこういうところがやっぱできないと、もちろん足元はもう昔足元に着目されて、次なんか足元の次とかあるのかな？足元の次ですかね。もう第11年目のフィールドプレイヤーって言いますよね、最近は。あ、もうやっぱりそこなんだ。そうですね、今はそこが着目点かなと思います。もうやっぱりじゃあただただロングキック蹴れるじゃなくて、もうフィールドの選手のようにような選手じゃないとだんだんダメになってきてるってこと？そうですね、ボールをシュートストップ止めるだけじゃ今の時代は通用しないのかなって思いますね。ほらほらほら、でもいいことで上がってきてるよ、うん、今世界のナンバーワンゴールキーパーって、ちょっと自分が知ってる時だとやっぱノイアーがやっぱ新しいスタイルをちょっと見せたような気したのね、うんうん、あんだけ出てくんだって。あの内田ね、あの選手とアストさんとやってた時みたいに、うん、うわーって思ったことあって、今誰世界の今誰ですかね。誰だろうね。自分はエデルソンをずっと押してる、押してて、あとは誰ですかね。まあちょっと前だとやっぱデヘアもすげえなと思ったけど、そうですね、ブッフォンなんかもいましたしね。そうだね、はい、一つ前だとね、はい、で今だとあとブラジルすげえからな。ブラジルすごいですね。キーパー大国だもんな。そうですね、ドイツと、ドイツ、ブラジルは熱いですね。熱いよね、はい、そう思うとやっぱキーパーのレベルも上がってるし、足元はすごいよね。そうですね。どこまでこうフィールドっぽくプレーしたことあんの？出てってフィールドっぽく、例えば相手のフォワードのプレスをフェイントでかわしたみたいな。はあります。ある？あります。でどういうフェイント？よくあのさ、キックフェイントのさ、インサイドで自分の軸足の後ろを通したりさ。 ありますね。ある？あります。もちろん失敗したこともあります。失敗するとあれはないよね。あれはないですね。もうあれやられた瞬間に、正直だよ、まあ試合終了です。もう あのプレーからもう逆転しようと思わない。チームの士気が一気に下がり、あの100から0に落ちるあのプレーってすごいよね。すごいです ねがっかりしますよね、周りは、うん、なんかさ、相手のドリブルを最後
打たれたくないからってスライディングして相手に PK 与えたとか、うん、PK 入れられちゃったっつっても、うん、モチベーション100から0にならないけど、うん、キーパーがちょっと無理してドリブルとか何かしてミスった時の、うん、あのモチベーションの士気の下がり方はないよ。ないですよね。うん、確かにそうですね。もうバレーボールとかだったらもうレシーブを味方の後頭部に当てるみたいな。もう無理じゃん。そんなプレーやったらもうなんか笑い目出ちゃうし、うん、もう一気に戦うモードじゃなくなるよ。そうですね。ね、切り替えるにも切り替えられない。切り替えられないよね。られないですね。あ、じゃあ抜いたことはあるんだ。あ、ありますね。それはさ、こう突っ込んでくる相手を、まあ、あのスペインの闘牛のようにさらっとかわす感じでしょ。あ、そうですね。例えば本気でシザースとかして抜いたことはないの。はないですね。さすがに。さすがないね。さすがにないですね。シザースやってボール置いてって、はい、それかっさらうときにはもう首ですよ、ね、いられないよね、チーム。それはロッカールーム戻ってバッグ持ってどっか行ったら、ラスベガス行こう。ラスベガス。その時はラスベガス行って賭けしてこよう。あ、そうですね。あ、そう。やっぱそれぐらいでも足元は。まあ。重要だよね。重要ですね。やっぱあれだよね。ハイプレス来る中、あのボランチの縦パスぶつける。ぶつけますね。気持ちいいですね。あ、ぶつける、はい。あれ、だってさ、正直だよ。当てられた方も、このまさかの軸足の方に来ちゃったら一気に発想変わるじゃん。そうですね。利き足の方に来てダイレクトでサイドに流せたりするんだったらいいけど、あれキーパーのパスがさ、ほんとちょっとずれただけで恐ろしい結果が待ってるよね。待ってますね。でもあの時はどういう気持ちでパスすんの。もう楽勝だよ。あ、お前ボランチ俺ちゃんと出すからそこいなせよって感じ。それともちょっと自分もヒヤヒヤもんね。頼むボランチみたいな。それはないですね。ないんだ。頼むボランチはないですけど、自分に1枚来てるってことはどこか1枚空いてるはずなんで、まあ間つけて、で自分も間つけるときはその相手のパスコースが見えてるときなんで、まあそんな焦って出すことはないです。あ、ここ出したら次はここ出せよっていう、その2、次のパスがもう、その糸を出してパスを出してるんで、うん、でそれを真ん中の選手が汲み取ってなかったら大変なことになるかもしれないですけど。そうだよね、はい、ボランチの選手がそこでなんかあたふた持ったりしたら、うん、なんかかっさられて失点とかするかもしれないですけど。そうだね、はい。いや面白いね。点を決められたその時とかは、はい、いつもどういうふうに振る舞おうとしてんの。自分はもう自分何も、あ、ごめんっつって、ごめんごめんっつってすぐ切り替えるようにしてます。あ、はい、例えば仲間がそこ右つけ、右打たせな打たせんなっつって、右つかずに打たれて入っちゃった時とかは、それはそういうディフェンダーには言いますね。言う、はい、言ったでしょっつって、うん、もうアメリカの F ワードみたいな、あーそうピーみたいな。そうですね、言っちゃうよね。もう口論になりますね。なりますね。やっぱまあやっぱ自己主張するような文化はあるでしょ。あります、ね、やってきたでしょ。自分がミスしても明らかにそいつのミスなんですけど、そいつがなんか自分のせいじゃないでしょみたいな、うん、言い合いが結構ありますね。ある、はい、うわ面白い、まあ、外人はよく有名だもんね。うん、自分のせいじゃない、うん、でもあるよね、明らかに。あります、いやあなたでしょって。ありますね。あ、でもそういう中でやってきたんだ。そうですね。で人のせいによくしますね。人のせい、日本人って人のせいにしない分しないですよね。よくまあね、ちょっと雑談になるんですけども、よく日本人って自分のパスミスとかした時に、うん、ごめんごめんとかって言うんだけど、うんうんうん、外人絶対やらないっていうもんね。やんないですね。ごめんごめんって。やんないです。そうなんですね。ワンチャンね、サイドからサイドチェンジでちょっとオーバーでタッチライン割ったとしても、うん、お前そこジャンプして取れよみたいな。3メーター飛べれば届いただろう。あります、ね、あるよね。全然ごめんねごめんないよね。全体ないですね。認めたらもうそいつのミスになっちゃう。そうです、もう裁判と一緒ですよ。認めたらダメだよ。へえ、もう日本人ぐらいですよ。ごめんねごめんねって 言ってるのは。もっとまあね、そういう文化の違いも味わってきて、
まあいやでも面白いですね。すごい全然もう違いますねやっぱ。なんか違いますよね。キーパーだしやっぱ海外でねそういうところもバレてきてるから、まあでもねそういうところをうまくね今後も足元がだいぶ重要視されるし、そういうチームに行きたいよね。そうですね。そういう求めてる監督だったりに出会いたいよね。そうですね。自分を求めてるところに行ってみたいですね。はい。こういうやっぱり11人目の選手としてキーパーを扱ってくれるようなね、いや期待でしちゃいますよね。しちゃいますね。ね、もうぜひもうそういう風にやってほしいですし、まあちょっとフューチャーの話が出たんで、はい、まあ千島徹くんからぜひこういうのは伝えておいてくれっていう、あの伝言もらってるんで、はいはい、まずフューチャーとしては今選手を募集してます。選手募集してます。ジュニアユースの選手、はい、圧倒的に足らないと思います、ね、特にキーパーが、キーパーがね、はい、もうキーパーがやっぱまだまだ次の、選手が欲しいんで、はい、でも千島くんは自分の狭山ズイラーって少年団からフューチャーに何人か行ってるんですけども、みんなやっぱいいと、やっぱりこう攻撃的なサッカーを目指してるし、ですごくそういうご両親とか父兄のいい話も僕もらってるんで、今のところは大手振ってフューチャーを紹介できるなと。これは風の噂で千島くん何言ってっか分かんねえんだけどみたいなっていう風な話だったらちょっとねあれれってなりますけど、そうじゃなくて本当にいいっていうの聞いてんで、ぜひまだねチームは決まってない中、小学校6年生、小学校6年生、新中学1年生、ね、来年の春新中学1年生はぜひ体験でもね、行ってもらったり、まあインスタだったりそういうのでチェックしてもらって、ね、フューチャーさんにちょっとコンタクトを取ってもらいたいなと思います。特にキーパーの皆さんはウェブでフューチャーって調べたら多分出てくると思うので、ね、そこからコンタクト取ってどしどし応募してほしいです。だよね。はい、まあ、ここだよね。ここですね。出るか出ないかちょっと分かんない。俺はやったけど、まあ、竹井 P のあれになるんですけど。まあでもキーパーね、今言ったら、はい、来年の春はレギュラーかもしんないですよ。そうですね。小6のキーパーの子たち。チャンスです。チャンスです。チャンス。まあね、こんな楽しい会話もしてきたんですけども、はい、もう残り時間がないんです。あと1分ぐらいです。あっという間でしょ。あっという間でしたね。緊張もういつの間にか忘れた。忘れてはないですけど。なんでもっとアメリカに行こうぜ。アメリカンで。まあでもこういうふうにね、いろんな視点でキーパー世界に行って頑張ってる若い子たちがいっぱいいるっていうのは今後の日本のサッカーのためにもなるし、またねこうやって敦くんが教えることでまた違った要素の教育だったり指導になると思うんで、うん、ぜひ今後もね頑張って自身も頑張ってもらって、はい、まあ、フューチャーにいる間はフューチャーもキーパーコーチとして子供たちをいろんなエッセンスを与えてもらいたいなと思います。はい、はい、じゃあもう時間になっちゃったんですよ、はい、ね、早い、ぜひまた、はい、機会があったら来てください。ぜひよろしくお願いします、ね、はい、はいはい、じゃあ紹介して終わりたいと思います、はい、本日のゲストは川越フューチャーでゴールキーパーコーチしている佐藤敦樹さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ゴルフゴルフゴルフ。ありがとうございました。ありがとう。この放送は川越富士見の上福岡3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様、相続遺言各種登記などお悩みを解決します川越の竹内司法書士事務所、姿勢が変われば明日が変わる川越ケアラボ整骨院のご協力のもとお送りいたしました。ありがとう。